じゃあ、はい、いきますか、早速。やりますか、お待たせしました。山田礼二流の漫画の書き方、はい、ネーム編、はい、はい、はい、ネームの基本は、さしすせそといったところです、ね、っていう君の無茶ぶりを受けまして、だって、なんかインパクトあった方がいいかなと。さすが演出家、いきましょう。持ってくね、したらね、ありましたよ、さしすせそありました。探しました。あ、探しましたっていうか、一生懸命探しました。そんな一生懸命、また俺を関西に連れていく。すいません、はい、すいません、はい、いいです、いいです、いいです。じゃまずちょっとその前にまず質問なんですけど、僕みたいなその漫画描きではない人も見てると思うんで、一応、はい、一発だけ入れさせてください、はいはい、ネームってそもそも何ですか、はい、そこからちょっとまずその説明からちょっと言ってほしいな。あのね、もう分かりやすく言うと絵コンテなんですよ。で、まあ、その漫画をいきなり原稿用紙で描くんではなく、はい、こうやって、はい、こういう感じになって次こういう感じになってっつって、はいはい、まあ、ラフですね、これね、反射で見えない。そう、あ、ごめん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 、そうそうそう、まあ、こんな、うん、こんな感じっすよ、こんな感じで、まあ後でこれちゃんと見えますね、これで見えますね、はいはい、これ俺のネームですけど、はいはい、まあ、これ石川田の第1話です、はい、そうで、こんなのをこれをもう俺バナイクに投げてるわけ、はい、で、まあ、これ大体実はこれ自分で書いて、はい、いつもは自分が書くんだよ、はい、だからその、原稿にその後も自分で書くってことですもんね、うん、ただこれが、まあ、ネーム1話分ネームありますけども、うん、はい、これの出来で、うん、もうほとんど決まってしまう、漫画の面白さ。なぜかっていうと、はい、そのもう出版社が載せるレベルの絵が描ける人たちが、はい、あのもう、ね、描くわけだから、うんうんうん、もうそのこの後のクオリティはほぼそんなにブレない、うんうんうん、よっぽどの手抜いたりとか、うんうんうん、アホなことしない限りは、うんうんうん、ただもう本当漫画面白いか面白くない第一はアイデア、うん、その次がそのネームの出来なんだ、でも絵コンテ、絵コンテ、うん、絵コンテです。でなんでネームっていうと、はい、セリフのことをネームっていうんだよ。でこれ進んでいくと自分はここにどういう絵が描いてあるかっていうのは分かるから、うんうん、セリフだけになっていくわけ、うんうんうん、でセリフで、まあ、ここのキャラクターの名前が書いてあって、うん、でこれ編集に見せると、うん、大体の流れを読めるわけだよ、うんうんうん、それでちょっと構成良くないなとか直そうかっつって、はいはいはい、まあやるネームをそのどん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 直していくっていう作業で、だからこうセリフというかセリフだけだったんだけど、はい、意味はネームの意味は、うんうんうん、だけどこれ全体のコンテ全体のことをネームっていうように変わっちゃった。へえ、今はそうなってる、ね、そうそうそう。そしてなんか、まあ、一つ大事なことなんだけど、これ漫画書かない人には関係ねえじゃんって話はあるんだけど、うんうん、はい、実を言うと、うん、言ってみればプレゼン能力なのよ。あー、なるほどね、うん、だから、うん、要するに俺はこれ面白いと思ったものを伝えるための、うん、テクニックでもあるんで、うん、ネームっていうのは、うん、だからこれ実を言うとこのテクニックは、うん、話術の中では使える、うん、とか、あと、ね、なんか別のものとしても通用する、いろんなものと被ってくる、うん、見せ方ってことですね。見せ方だね、要はだから、うん、自分のイメージを相手に伝えるためのものなんで、うんうんうん、共通点はいっぱいあるので、それは、うん、ちょっと、まあ、そんなに役に立ちませんよみたいな、みたいなことはないです。僕は見てもらえれば少しは、うん、こういうことは日常でもね全然役に立つ、うん、書かなくても役に立つんじゃないかなみたいなことはあってことなんですよ、うんうんうん、自分の頭の中にある、うん、その誰だって漫画描きたいってなったら、うん、俺の頭の中めっちゃ面白いってなってるじゃないですか、うんうん、でもいざ描いてみると、うん、なんか俺の頭の中の方が全然面白いけど全然このネームつまんないなっていう時にもなったりするじゃないですか、うんうんうん、だから頭の中にあるお話をきちんと、うん、面白く見せる方法っていうのを今回学べるわけですよね。それができるだけでもう持ち込みだったり何だったりで全然こうもう合格ぐらいに引っかかり方が違うと思うんで、今回は、うん、投稿出版社に投稿するための、はい、原稿の書き方、うんうん、だから、それどういうことかというと、はい、1話完結、あ、なるほど、それで、うん、キャラが立ってる、うん、でそれでなんでキャラが立ってるといいかというと、うん、キャラアイデアが立ってると、うん、連載につながる、あ、実を言うとゴールは連載、うん、単行本化ヒットっていうのがまず一旦のゴールなんで、そうですよね、じゃあその最初の段階で、そこにつながるような、例えば、ワンパンチで誰でも倒せる男の話、あ、それ聞いたことある、あるでしょ、これこのアイデアが面白いわけで、うん、で、うん、強すぎるから困ってる、うん、これ面白い、うん、このアイデア、だけどじゃあこれどんな敵が来てもすぐに一瞬で終わっちゃうから、うん、つまんなくなっちゃうかもしれない、うん、じゃあそれをどうするかみたいな作業、うん、その最初の出だしのこのアイデアで一発ガッとつかめる、これがものすごい大事で、これは今まであのシーバージーの中で何回も言ってる話なんで、うんうんうん、っていうような、それと、まあ、キャラの話もしました、うん、で その話とかいろいろやったんだけど、とりあえずストーリーまでできた、キャラ、はいはい、アイデアがあってキャラができて、はい、でストーリーもできた、はい、でそっから具体的にどう起こしていくかって話をすると、
最高だぜっていう話ですよ。最高だぜですよ。ですよ。そうでね、はい、まずねぶっちゃけね、はい、最初にねまずね、はい、ざっとね作り方をやります。ざっとでその後、秘伝のテクニック最初のサシスセスをやった後に俺が、うん山田礼二流の、うんテクニックっていうのを公開するっていう流れに なっていきます。皆さんガッテンの準備はできてますか。ガッテン、そうです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 まずね、はい、第一にはね、はい一番最初にやることはね何かっつったらね、はいストーリーできてんじゃん、うんうんはい、そっからあの世界に入るんだよ。その世界に今イメージの中に自分が、自分がそうそうだから、うん、ノイズがあると困るわけ、うん、誰とも会えなくなるわけ、うん、誰かだから世界に入ってんのに、うん、あのさーとか言って、うん、あのなんてつまんないこと先週のテレビのなんとか見たとかさ、うん、なんかあのこの後 AKB どうすんのとかさ、うん、そんな話うるせえみたいなそうなるたんびにせっかく向こう側に行ってるのに戻されるみたいな、はいうん、だからやっぱりこう大事なのは自分を隔離することなのね。あなるほど。そしてもう一つのポイントは、はい、血流です。血流出ました。つまりもう 寝不足だったら相手なんか出ない、はい、入れないんだよ。あもちろんでもその逆もあるんだよ。もう限界まで行ってトランス状態に入ってそのランナーズハイみたいになって入る世界もあるんだよ。覚醒ってことですよね。でもこれ夜中に書くラブレターなんで、あ後で読み返すと何を言ってるんだ俺は。痛いそういうことが起こりがちなんで、だからやっぱり俺本当に集中してできるのは1日3時間ぐらいじゃないかなと思うよ。だからその3時間ぐらいできれば午前中、うん、っていう風に本当言うとこれが長期連載のコツなんだよ、うん、で長期連載が成功してる人ってネームできるんだよ。でなんでネームできるかっていうと、はい、まああのバキ先生だったら走ってるじゃん、山走ったりとかするじゃんバキ先生ってとか、うんうん、あのなんかその、まあ、村上春樹だったら走ってんじゃん、うんまああいう人じゃん、要するに血流良くするための方法をやってるわけ、はい、長風呂する人もいるで、うんうん、だ結構風呂は良くて、うん、あのもうこうダメだなこれと思ったら、うん、風呂ってなかなかその遮断されてるんじゃん、うんうん、でそこで、まあ、その浮かぶまでずっと考えられる、うん、そして血流が良くなる、いればいるほど、うん、そうっていう作戦のぼせるってことですか、ね、もうあと一人でファミレスに行って何も持たずに行く。だからもうできればスマホも持たない方がいいの、でノートとペンだけで、うん、鉛筆だけ持って、うん、その浮かぶまでその世界に入れるまでそこにいるっていう、うん、作戦をずっと、まあ、やるっていう。あこれ、それで、うんはい、あのその次がまあその散歩もいいよね。散歩もあの散歩がね結構適度にいい、うん、それもだからその歩いてる体動かす血流回ってる、うん、そしてなんかその一人の世界に入れるって言って、うん、って言ってあの世界にこう入っていくってその世界の入り方なんだけど、うん、あのねイメージの仕方としてはね、はいはい、ね上空から上空から、うん、あのね地球の上からGoogle Earth的な感じ、はい、でこうずっとその世界がありますその世界があります、それ例えばその関東地方です、うん、そして埼玉県です、うん、埼玉県のとある町ですみたいな感じで入って、はいはい、これもうカメラワークあるじゃん、はいはいはい、そんな感じで世界入っていくんだよって、はいはい、その漫画の世界のことずっと、ね、そうそれでそいつはその朝起きる、そして彼女がいなくなってる、うんうん、みたいな感じであの、うんうん、話が始まったらするんじゃん、うんうん、そしたらそのカメラワークでどういう風な絵になってるかっていうのを、うん、もう想像するんだよね、うんうんうん、で想像して、うん、で一個一個想像してってこの流れになってその後こんなやつが現れてこんなこと言ってそれでその後が こいつはショックを受けるだろうな、そしたらそのショックを受けた時の顔はこんな感じでみたいな感じでイメージゴガーッとしていくわけ。それであの起こすのがまず第一に起こすのがその世界に入って浮かんだとすんじゃん、そしたら例えばここ、まあ、ここで朝でやべえはい、ってなってってってなってこうセリフがこうあってあって、はい、もう一丁入ってつってここでいきなりドカーンってなって、はい、でドカーンって何かって自分だけ分かってるわけ、うん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 、ドカーンってなってここでいきなり敵が襲ってきてるとか、はいはい、で何なんだとか言って、はい、あの女が裏切ってたのかもしれないとか言って、はい、はみたいな展開になったとすんじゃん、うんうん、それこれは最後までずーっとこの調子で書いていくんだよ、うんうんうん、それでそうすると、うん、ってバーって見た時にどうもこの流れ邪魔だなとかでここでこう伏線張っとこうとかここで振ったセリフがここに来るなとかこうやっていろいろとこうやっていくんだけど、はい、基本的にはセリフでそこで例えばこうびっくりしあっとか、はい、あの大きなインパクトのやつはこうでかくなる、はい、で説明ゼリーはこうなるみたいな、はい、こんな風にして強弱がつくわけだよこれで、はいはいはい、そうして最後に、はい、ここでびっくりシーンが要するにクライマックスね、はい、クライマックスがあってオチがあるみたいな、はい、そして引きがある、まあ、どっちでもいいんだけど、はい、見たらここまでこう持っていく
みたいな、こういう流れは大体できる、うん、ここが頭の中で物語ができて大体映像とともにある。で問題はここまでしっかりできると、今度こっからの作業が作業なんで、本当にネームの作業ってやつなんで、それでここで書いてあるのは、例えば、本当は16ページってなかなかないんだけど、手塚先生が言ってたのは16単位、要するにこれ、はい、あの雑誌に載りやすいんだよ16ページだから、これ書くんだったら16、の倍数32とかになるんだけど、とりあえず分かりやすく言うと、分かりやすい一番古典的なやつだね、はい、1ページ目が扉になっちゃうパターンね、クラシックだけど、今もだいぶ少ないけど1ページ目が扉って、だからこれね、はいはいはい、これ何かっていうと、23って書いてあるんですよ、これ、はい、これは見開きなの、これここ23、もうインパクトのあるよバーンって入れるってことですか、あ違うの、これ実を言うと、はい、こう なってこの感覚で見ていくっていう、要するにネームって紙芝居なんだよ、はい、へー、つまりこれ、はい、これ、はい、こうあって、はい、でここからこうやって、はい、次これ紙芝居でしょこれ、はい、これ本になってる時にめくる、はい、めくるっつって、はいはい、現れるのがこのめくり、はい、めくり、うんうんうん、めくりめくりっつって、かあの読者が体験することになるんで、はいはい、そうすると考え方としては1ページ1ページで考えないでセットなんだよ、はい、ああなるほどね、そうで、だから場面転換の場合はその次のページになったりとか、はい、すごいキャラが現れたりとかするときにここで現れる、で基本です、これがまず第一の基本 でもめくったらもう違う世界がというか、めくってバーンめくってバーンってやると、はい、そのリズムがあって、俺の B バージョンとか読んでもらうと分かるんだけど、はいはい、とにかくリズム感なんだよ、うん、でそのものすごいコツ、それがあるとものすごくあの読みやすくなる、テンポが良くなる、で、すごい基本中の基本言いますけど、はい、右上開放です、開放開放なの、パーンと、だから、うん、とか、うん、その例えばスラムダンクとかでさ、はい、次のさ試合に出るさ超でかいやつが現れたからさシーンあるじゃん、まあ、それは必ずこっち側に書いてあります、へえ、バーンと、でセリフが少ないです、それだから視線の誘導まで計算してるってことですよね、視線の誘導の話は後でやります、はい、やります、やります、はい、でこれがこの、ここが開放、要するにまあその引き、まあ、一番最初って思うシーン、はい、ここ、はい、だからここでごちゃごちゃやってる人はアマチュアなの、なるほど、うん、でプロほどここが気持ちいい、もうシンプルにパーンって見せてくれる、でここでとか言って、はい、お前マジかよってなった時に、はい、何がマジかよってなるわけ、はい、それでマジかよマジかよって話はここからのこう流れがあって、左下には圧がかかるわけ、ここ圧がかかる、何なのそれって言って、めちゃめちゃこの次気になる引きがここで入るわけ、うん、うわーめくりてーめくりてー、例えばここに例えばちょっとだけ血が流れた手がこうやって見えたすんじゃん、はい、で何最後ここみたいな、うん、こいつ殺したのみたいな、うん、雰囲気なんじゃん、はい、でこれをめくると、ここで次のめくりで回答がここに来るわけだよ、ああなるほどだからここが超大事で、そういう方程式がね、そしてこの答え合わせはここ、うん、だここここってこうってなっていくわけ、なるほど、でこの場合クライマックスシーンで逆算して考えると、ここで、はい、まあ手塚先生だったらあのブラックジャックが後ろ姿で去っていくところですね分かりやすくで、もしくはその、まあ、例えば、うん、あのなんだろうな、引きの場合はここで、なんだろう、すごいやつ現れちゃったとか、もしくはなんだろうな、いっぱいあるんだけど引きで終わる場合もあるし、はい、うん、そのまあ満足しましたみたいな感じで、でも投稿の場合は引きがないんで、まあ大体ここである種のオチっていうか、まあ、ちゃんと終わらせれば結果みたいな、うん、これ基本古典のことやってるんでね、うん、これからのバリエーションなんで、で重要なのはここです、はい、ここからこの辺りを、まあ、手塚先生は山場って言ってたんだけど、要するに 10ページから14ページ15ページ、この割り方で言うと、はい、とにかくこの、わずか6ページぐらいに、はい、みんなを最高に満足させる何かを、うん、あなるほど、そうで後でめくりの中で、あれを見開きの話をしますけど、はい、見開きを持ってくるんだったらここです、そうそれなんで、でこの後に見開きの後の、はい、例えば見開きのこともちょっと後で説明するけど、はい、ここで例えば、何らかの衝撃的なカットが入るとすんじゃん、はい、
でこれで終わっちゃったらハード1ページ終わったらこれに対する落としとしてこれくらい必要になってくるっていう、なるほどなるほど、で最後こう なるっていうさ、だここのここに持ってくるためのみたいな、うん、ただであともう一個重要なのはここですね、はい、ここの最初の4ページ、うん、これでつかめなかったらもう読み飛ばされるのが漫画の雑誌の、まあ、それかね、残酷だけどね、とにかく、ま、うん、漫画がどうして日本の漫画がこれだけ刺激的で面白いかっていうと、はい、20本近くね、はい、1つの雑誌の中に入ってて、はい、つまんなかったら飛ばされるんだよ、うん、つまりどういうことが起こってるかっていうと、うん、この序盤のこれにめっちゃ面白そうな雰囲気がないと、うんうん、もう通用しない、うん、ここがっていう話が、まあまあ、ここの序盤が大事って話で、だから最後まで読んだら面白かったのになっちゃダメってことですよね。そうでここでめっちゃ例えばここで、大駒使って、はいはい、まあ、例えばまあ後で話すけど、はい、例えばここでまあそうだな、どうもこの子裸じゃねえかみたいな女の子のシルエットが入ってるんです、はいはいはい、もう読むよね読むよねそうでしょ、だってめくったらもしかしたら裸かもしれませんもんねっていう期待感みたいな、うん、やるじゃん。そうするとさ、その後にさ、この、うん、この引きの後にさ、うん、説明が入るんだよ、うん、で、うんうんうん、そのこのやべえやべえがここだすんじゃん、うん、はい、でやべえ、あ、俺のベッドに裸の女がいるみたいな、うんうん、あとすんじゃんこれ、はい、したらこれがこうなってみたいな、もうこういう風にして割っていくわけで、うんうん、こうやって、うんうん、この部分でこうここの部分まで土管はここだなとか、うん、はい、でこうしてっつって、うんうん、そしたら割とここだなとかってなってきて、うんうん、これが一旦設計図として、うん、こうやって起こしてこうやって起こしてこうやって起こす、うん、でこの時にざっとでいいから流れ、はい、まあ、決めのセリフとか、うん、はいはいはい、それから見せることっていうのをざっとでいいからできてると、だいたいこれができた時点でもうお仕事終わりです、うん、でこれこのやり方をやっているやつが週刊連載で長生きできる。なんでかっていうと1ページ目からやってったら地獄なのよ、うん、なぜならばこうぐちゃぐちゃしてぐちゃ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 してこの辺でどうすんだ、もう帰りたいみたいになるわけ、うんうん、もう逃げたいみたいになるんだけど、うんうん、あとここまで行って話が全然盛り上がってないぞみたいな、うん1個ずつやってったらやっぱりダメなんだよ、うんうんうん、こうやってちょっとガーッと引いてみて、うんうん、漫画っていうものを全体に1本でどうやってまとめていくかみたいな、うんうん、っていうことが分かってきて、これ固定、まあ、基本みたいな、うんうん、もう読ませる技術っていうのがもう分かってるんだから、そこはもう最大限使ってそれに乗っかっていくっていうことですよね。読まそうだから、うん、そのさっき言った、この後秘伝で言いますけども、はいはい、まあオープニングのつかみだったりとか、うん、っていうそのまあ流れ、うん、クライマックス、この流れをこう落としていくみたいなことがやれれば、うん、まあそうね、これが分かってるだけで相当違う。右上開放で左下が圧、うん、そうで、これが基本の1個目なんだけど、はい、このあと、はい、漫画ってすっごい多様なのよ、うん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 、だからその何て言うかな、実を言うとこれを頭に入れた上で、うん、オリジナルのことをいくらやってもいいのがネームなの。へえ、そうそうそう、でそれで少女漫画とか ものすごいいろんなことやり倒したわけ、うんうんうん、でそれあとは、まあ、火の鳥とかもやり倒してるし、一応この基本は踏襲しつつそこからどんどん崩していくて、いこれ手塚式なの本当に。へえ、完全なで手塚式で言うと、うん、まあ最初の冒頭は一番大変、うん、でその後中詰め、もしくはこれ長かった場合中で中盤の山があるんだよ、はい、でそこからクライマックスに向けていってオチになるっていうこのパターンっていうの、うん、こうただこれは本当に古典なんで、うん、これをマスターした上でバンバン壊していっていいのが、なるほど、まあ、ネームこれからだから現代に通じる方法っていうのに言っていくってことですね。そうなんだよ、ね、ちなみに指し進めそうはまだってことですよね。やります。ちょっとでも皆さんお待ちくださいね。言い忘れたことないかなと思ってはい、はい、まあ、まあそうだね。あともう一つははっきり、言って見せたいものってなんだってことが自分でつかめてると、うんうんうん、こことここが分かるんだよ。あ、なるほど、うん、読ませたい一番初めのつかみとここ の、 あの最後の方のバーンってこう何を一番この話で言わなきゃいけないかっていうのが分かるってこと、うんうん、だからワンパンマンだったら、はい、ここでもう、はい、一撃で倒してるシーンとか、うん、入って、はい、で名前は埼玉みたいな、うんうんうん、でまあその趣味はスーパーに行くことみたいな、うんうん、何こいつみたいな感じで最後どうなるかっていうと、うん、パンチしないみたいなところが落ちになる、うん、なるほど。それをだから、うんうん、じゃあ
パンチしないっていうのをどう派手に見せるかみたいなところになっていくとかっていうその逆算して、なるほどね。で要はだからワンパンマンに含まれているテーマみたいなものをどういう形で見せるか投げるかみたいなことが整理されてたらもう大丈夫なんだよね。とりあえずまずこれを基本的に固めたら、あとはまあそう、あとは自分なりの個性を出していけばいいってことですね。そうそうそう、はい、はい、まあもう分かりやすく言うと、もう絶対なのがこれですよ。ゲームのもう基本中の基本はもうサービスです。視線の誘導なんだけど、視線の誘導ってやっぱ生理的にこう気持ちいいようになってほしいんだよ、うん、これを邪魔しないように絵を入れるみたいな、視線誘導みたいな、こういう風な方向でもう、もう海のメソッドってあるじゃん、うんうん、海のメソッドの凄さ何かみたいなさ、これに対して神の目が入ってくるある人。第一のテクニックは、はい、秘伝1ですね。秘伝1は、はい、ロングショット、これ一発で誰でもこの世界にスッて入っていく、うんうんうん、なのに、ね、うん、アマチュアほどアップ書く、はい、